世の中の威厳と規則が争うならば、そこに隠れされし、伝承の跡が後世にもこびりつく、暁に走らない列車の悲鳴か、落ちもしない雷鳴の響きか、天地と天軸が重なり合わぬなら、そこにかいくぐりもしない布の帯を天まで届かせることを石の上に100年も1秒あらず、百花繚乱にありふれた和の営みに溺れまいと歌う若者の悲鳴が、国中を轟かせる、和名も忘れた侍は次の世代を待ったなし。そう、我々はどこで間違えたんだろう。全国さっきから何百名の日本語喋ってるのよ。全国会はいつもこんな感じなんですか。違うわ、もっと真面目そうなこと話しているわよ。特に物理学だか。物理学なんですか。私は大体プランクなりに詳しいのよ。だからこれを今後にも生かそうとしているのよ。話が変わるけど、あなたは用務というのね。私からはわかるんだけど、メリーも何かわかるかしら。まあ、まあ、印象的には半分半分ね。半分は言っているし、半分は聞いている。プランクしかとかなり仕事ね。その通りなのよ。でね、調べたんだけど、あなたがこの世界にいる今、すっごく気にかけるものを見つけてしまったんだ。なんですか？幽霊って何なんですか？ダメだ、全国がまた有名な日本語に走っちゃってるよ。今のはジョークだよ、ジョーク。そこでヨウム、あなたは、トータル、スピア、なるものを探しているんだね。それはわかった。でもこれがどれだけ危険なのかわかるかい？地球規模を破滅させるとかですか。私は大切な人を救うために集めると決意をしたのです。なるほどね。至って普通だな。ま、その言葉は嘘になんかならないわ。仮に君の大切な人がもっと危険な状況にさらされたら、君は果てさてとどうするのだい。その時はまた別の方法で。ま、やるなやるとは言ってはない。だけど、危険者危険すぎるのよ。私が危険危険言うけど、それがどんなものかと、実を言うと、そのパワーストーンとも呼ばれる飛行はね、かつての怒りを鎮めるために神話から生み出されたんだけど、後々になって、神話の産物ではないと鑑識で分かってしまい、捏造された代物なんだ。だけど、一部のマニアには消えた飛行とも呼ばれたのさ。だけどね、神話の産物ではないのは確かなんだけど、それが意図的にそう言い伝わっているのかと。それにこのパワーストーンに秘められている力はね、地球規模の破滅をもう起こすかもしれないと言われているの。ま、何個か集めれば願いを叶えてくれるかもしれないけど、あなたが懸命に探しに出ているのなら、集めるなとは言わないわ。だけどね、苦労するかもしれないんだ。それが、あなたにとってはすごく簡単なものに見えているんでしょうね。私からはっきり分けてもらうと、あなたはもっと強くしてみないとならないわけ。私をもっと強く、レンコさん、どういうことなんでしょうか。要するにだな。お主をのっぽから立派で高名なものにすることでござる。いつまでも過去を背負うと考えては、戦で死を遂げてしまえない。それを克服するのも戦乱の掟でござる。レンコ、やらへんだよ。そうですか。言われてみればそうですね。今の私をもっと強くしないと何にもならない。これでは私の大切な人を助けるためのためになるかならないかがランクとして出てしまうからなんですよね。でも、強くなれば大好きな小石さんにもっともっとアプローチできるので、そうなれば小石さんともっとそばにいられるわけですよ。ま、レンコの通りね、私もその思考とやらにもちょっと興味があって、あなたが言う大切な人を救うためのアイテムとも取れるでしょう。ですが、先にレンコの通りのカウンセリングを取れば、あなたも一段と強くなれると思うわ。そうですよね。私もそうしてもらわないと、この先に不安がたくさんと出てくるのかと思いまして。ふむ。一覧の流れは読んだみたいね。あとはヨウムにやってもらわないといけないことがある。ヨウム、トータル、スピアは目の前にあるんだけど、私からのお願い、できるかしら。これは連行
子さんからの挑戦状だったんですね。私は一度自身の通っている学校に来ました。ここで蓮子さんたちからはフライング有線ケーブルを使って、トータル、スフィアを探し出すのだと申し出ました。そこで私を遺憾に強く、本性と感情を剥き出しにできるか、試されるのです。これは、小石さんを助けるためです。これをやり遂げなければ、何にもなりません。だから、大好きな小石さんともう一度、元気にお会いできる日を願っているのです。私の頑張っている気持ちはきっと、病気で患っている小石さんにも届いているのでしょう。私は、そう信じていますから。大好きな小石さんに会うまで、